いいよ、好きに触って。No、 ありがとうございます。こだわりをちょっと教えてよ。はい、ではこっちから。何だこれ。なんかちょっとデザインの本だ。デザインの組み方っていう。ああああ、おしゃれ。でもこの配色もいいですね。なんか左下にちっちゃく文字を、あ、ここの脳開業するんだみたいなのとか。なんか脳一つでいくんだっていう、こういうデザインも。ああああ、なんか普通に丸でいいじゃないですか。ああ、朝顔っぽいような丸とか。じゃあもうフォントとかデザインで選んで、はい、本買う時もある。もう内容全く見てないんですけど、あ、この表紙素敵と思って買ったりします。なのでいっぱい買っちゃうんですよ、本。でしょ、これいいですね。これいい。村上春樹か。村上春樹はいいんだ、やっぱいい。いいです。何がいい。え、だってこの透明ですよ、こちらが。あ、さっきマット調でちょっとツルツルしてる感じ。いや、これいいです。こういうやつか。はい、とか買って家に持ち帰るとこうしてみたりするんですよ。なんか、こうしてみて全体図見て、ああなるほどって見たりとか。だからかみたいな。一瞬パッと見いいなと思ったの。あ、なんかこれでハードカバーみたいな本が私はすごく好きなんですけど。図鑑みたいなね、もう。はい、これいいですね。これなんかかっこいいね。かっこいいですよね。これこう持ってたらかっこよくないですか。かっこよさそう。あとこの帯もいいですよね。あ、確かに。あ、わかる。ちょっとここの色に合わせてるじゃないですか。はあ。だから、あ、ここをこっちの色にしようかとかも絶対考えてるんだろうなと思って見たりもします。これ好きですね。あった、これも好き。これもだいぶ高評価ですね。これ好きですね。さあ、あとこれコミックですか、漫画。漫画ですかね。あ、これも透明だ。あ、ほんとだ、透明だね。それ、変わってる。あ、すごい、すごい、これおしゃれじゃん。おしゃれ。いや、もう現時点で読みたくなってる。面白そう。気になる。表紙みたいなのもなんか、おしゃれ。こういうこともあるわけだよね。だから、はい、表紙から入って、はい、なんか面白そうだなっていうね。買ってみて家帰って開くと、なんじゃこりゃみたいな。あ、これな、最後は、最後はシンプルそうだ。シンプルですね。青のオーケストラ。これ好きです。え、それ普通っぽくない？この質が私大好きなんですよ、コミックの。なんかだいたいテカテカじゃないですか、本の表紙って。だからあれだよね、少年漫画のこのちっちゃいやつよりかは、そうです、ちょいこんぐらいのサイズので多いやつだよね。はい。え、1位それ。あ、でも1位はこれです。1位そっちか。村上春樹さんね。村上春樹さんのやつね。はい、ここが迷うんですけど。そこ強いんだな。いい、ね、あ、なんかよくあるじゃん、匂いとかは。あ、分かる。匂いも嗅ぎます。てんちゃん急にもう札とかあげない。あ、わかります、わかります。めっちゃわかります。